横浜人形の家は神奈川県横浜市中区山下町18にある博物館。世界141カ国1万3000点以上の人形と人形に関する資料を所蔵。日本国内外の人形の展示も行っている。施設は横浜市が保有し、指定管理者として単成者、東急コミュニティ共同事業体が運営をしている。横浜人形の家創設は、 三木本幸吉の秘書券通訳であった、大野栄子の2000体近くの人形のコレクションを横浜市に寄贈したことが発端になっている。1978年3月には横浜市中区山下町にある産業貿易センタービル内の横浜国際会議場に展示場、人形の家が設けられ、大野が寄贈した人形や1927年に アメリカより寄贈され、1980年に横浜市に移管された本町小学校の青い目の人形のブロッソンが展示された。1981年には新しい人形の家の計画が持ち上がり、1984年に工事が行われ、1986年6月1日に開館。建築設計は坂倉建築研究所。 志向は竹中工務店、日清建設。1987年には、日本建設業連合会主催の第28回、BCS 賞を受賞している。展示コンセプトは、横浜発、世界の人形ふれあいクルーズ。常設展示室のほか企画展示室や、人形劇を、主に開催している、赤いくつ、劇場、ショップ、カフェ等がある。館長は、 初代が金、亀高香織。二代目は、石坂工事。三代目以降は、著名人以外が館長を務めている。開館から10年以上経過して、保存環境による収蔵品への影響が見られたこともあり、2006年には、増築や温室度管理の設備を含めた、全面改修工事が行われた。2010年2月には、常設展示室内をリニューアル。 プロデュースはおもちゃ研究家の北原照久。常設展示室では、青い目の人形や、東霊人形をはじめ、日本や世界141カ国の民族人形、人間国宝、平田号碑の作品、江戸後期以降のからくり人形、ひな人形、ヨーロッパのビスクドールなど貴重な人形を展示している。各種イベントへの人形等の貸し出しも行っている。 ポーリン橋1986年春工。横浜人形の家の前には山下公園方面に伸びているポーリン橋がかかっており、橋の手前には西前小学校に寄贈された青い目の人形のポーリンの銅像がある。反対側にはフランス橋がかかっており、中村川を渡り港の見える丘公園へ通じている。横浜高速鉄道港未来線元町。 中華街駅より、徒歩5分。第97回横浜市統計書、その他の博物館の入館者数横浜人形の、家横浜市製作局記法第94号、横浜人形の家、東京ビル系2015年11月20日閲覧。第28回受賞作品横浜人形の家、石坂孝治客員教授特別講演のお知らせ、横浜美術大学 HP。 青い目の人形友情交流会、ニュースレターナ、no. ンバーワン7997年4月15日号、宮城青い目の人形を調査する会、ミュージアムデータナン、no. バー742008年12月号、探性研究所横浜人形の家人形、投資料貸し出資料一覧、ありがとうございます。